気が変わるのはどうして？地球は大気に包まれています。大気中には湿った空気、雲、雨雲などがあり、風がそれらを動かすことで、地上では雨や雪が降ったり、晴れたり、強風が吹いたりして、いろいろと天気が変わるのです。なぜ雲はできるのでしょう。まず、海や地面の水分が太陽に温められて水蒸気となり、空に昇っていきます。空の上は気温が低く寒いので、昇った水蒸気は冷やされ、小さな水や氷の粒となります。これらが集まって雲になるのです。では、その雲を動かす風はどのように生まれるのでしょう。空気は温められると軽くなって上に上り、冷やされると重くなって下に降りてくる性質があります。そうやって空気が動くと、そこに周りの空気が流れ込んできます。この空気の動きが風なのです。また、空気の温度と空気の中に含まれている水分、湿度の性質が同じ空気の塊を気団と呼びます。気団は北や南、海の上など生まれた場所によって暖かいもの、冷たいもの、湿ったものなどがあり移動をしています。そして性質が違う気団同士がぶつかる境目を前線と言います。前線では空気が昇って雲ができるので雨が降りやすくなります。前線で大きく空に広がる雲ができると長い間ポツポツと雨が降り続けます。上下に長くもくもくと大きな雲ができるとザーザーと激しい雨が降り雷が鳴ることもあります。このように雲、風、前線が天気を変えるので、各地の観測用の機械が情報を集めて天気を予測します。また、日本の上空では強い西風が吹いているので、西から東に天気が移っていくことが多いのです。お話豆知識。天気は西から東に移り、夕焼けが綺麗な時は、西の空に雲がないことから、次の日は晴れが多いです。お話クイズ。縦に長く大きな雲ができると、どんな雨が降る？ 1. ポツポツと長く降る雨。 2. ザーザーと激しく降る雨。答え。2. ザーザーと激しく降る雨。